して馬の人ですね。はい、お願いします。お願いします。あのですね、まあね、はいはい、僕はですね、まあこんなね DVD 収録で言うのもなんですけども、どうしたんですか。無類のね、女好きでございまして。言っちゃったね。言っちゃったね、これね。まあね、あの女性がね、はいはい、いいというかね、まあまあ好きなんですね。まあいいじゃないですか。そこちょっと思うのがですね、はいはい、まあちょっとあの女子校の教師になってみたいなと思ってね。女子校の教師。女子校の教師。教学じゃなくて女子校ね。あ、女子校なんや。絶対女子校。もう教育は教学は絶対嫌。あ、絶対嫌。もう絶対嫌。そんなに嫌ない。そんなんやったらもう死んでもいい。死んでも死にたいぐらい嫌。ああ、女子校の教師になりたい。女子校の教師ですか。なるしまっていいですか。あ、いいですよ。じゃあ僕の村本なんで、女子校の教師の村本先生、通称村先やるから。あ、村先ですか。お前村先のことが大好きな女生徒の中川先生。大好きな女生徒。めちゃめちゃ授業中で。あるからして。である。村先のことが気になって授業に集中できないわ。いい国作ろう、お前のために。ああ、たまんない。そうだ、理想の村先をノートに書いちゃおう。村先は私のような女子高生が大好きで、私のようなペチャパイが大好きで、っていうか私のことが大好きみたいな。私一人で何言ってんだろ。テンション上がっちゃう。本当にたまんないんだから。俺の授業中に何ブツブツ言ってんだよ。この子はまさか。俺は教員免許を持ったキューピー。俺の投げるチョークは女子のハートを射抜きます。バイムラセン。俺の授業中に何ブツブツ言ってんの。何やってんだ。これは問題集です。問題集。俺の授業中に問題集とはいい度胸じゃないか。俺が特別に答え合わせをしてやろう。やめてやめて。バーン。何、村瀬は女子高生が好きでペチャパイが好きでお前のことが大好き。中川、ごめんなさい。この問題集バーン。全問正解。全問正解。全問正解だ。今回の全問正解イメージ、今回だけ特別に許してやる。村瀬、優しい村瀬の彼女が羨ましい。俺の彼女が羨ましい。俺に彼女はいない。俺は常に彼女募集中だ。はい、ここみんなアンダーライン。絶対に覚えたらなきゃ。ああ、そうだ。そんなことで中川、さっき生活指導の鬼瓦先生がお前のこと呼んでいた。鬼瓦先生の鬼瓦が呼んでいた。何かわからんが早速行ってこい。行ってきます。たたたたた、ガラガラ。鬼瓦先生、一体何の絵ですか。私が援助交際。ちょっとそんなことするわけないじゃない。信じてよ、信じてってば。教師が信じないで誰が信じる。この会話まさか。俺の心はオープンキャンパス。恋の感謝24時間受付中。バイムラセン。バイムラセンだ。バイムラセンだ。今なら応募者全員にムラセンストラップもらえます。絶対に手に入れなくちゃ。そんなことどうしたんですか鬼瓦先生。何、中川が援助交際。お前援助交際してんのか。何言ってんのよ。じゃあ俺としようじゃないか。ちょ援助交際しようじゃないか。何やってんの先生。俺と援助の交際しようじゃないか。やめてよ先生。ちょっとやめて先生。中川、いや先生、いや先生、いやパンツ何枚履いてんのよ先生。ちょっと先生。ああ、俺はこんな感じだぜ。こんな感じ。そんなに履いてるんですか先生。バッバッ。やめてよ、やめてよ。見ましたか鬼瓦先生。援助交際してる生徒がこんなにも男の体に拒否反応を示すと思いますか。これが答えなんですよ。バーン。うるせー。バーン。出てる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 。もう大きい三角定規でバーン。大きい三角定規でもなんか空洞よ。何やってんだよババ。もう危なかった。たまたま壁にかけてあった歴代校長の写真で何度か隠せた。何で隠してるの。白がつくってもんだ。汚いわよ。そんなことの中が、そろそろ下校の時間だ。本当ですね。最近この辺に痴漢が出るらしい。痴漢ですか。村線が言うのもなんだかな。本当ですね。気をつけて帰れよ。わかりました。さよなら中川。バーン。もう。何、あそこに裸にトレンチコートを着た変態が近づいてきてる。ちょっと近寄らないで。向こう行ってよ。向こう行ってってば。近寄らないでよ。向こう行ってよ。女子高生相手にかわいそうすぎやしねえか。この会はまさか。恋の病で学級閉鎖。バイムラセン。バイムラセンだ。恋の病で学級閉鎖だ。恋の病は国民健康保険適用外だ。そうだったんですね。俺の生徒に手を出すな。パパ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 パ。卒業生が植えた記念樹を引っこ抜いてドン。何をどうしてる。引っこ抜いてどう。もう大丈夫だ。そんなこと夜が遅い。夜がお前を家まで送って帰ってやろう。先生大丈夫です。ダメだダメだ。中が中が危ない。中が危ない。たたたたたた。ああ、さっきの痴漢が逆恨みをして今度はナイフを持ってやってきたわ。ちょっと近寄らないで。向こう行って向こう行ってたら誰か助けて。ほっとけねえ生徒だな。夜中はまさか。俺の頭の中の黒板に描いたお前との幸せの方程式は黒板消しじゃ消せません。バイムラセン。バイムラセンだ。絶対にテロップは入れといてくれよな。そうだ、俺の生徒に手を出すなと言ってるだろう。パパパパパパパすごい。まだチョークがついてる。黒板消しで鼻の下あたりをポーン。すごい地味な攻撃。ああそうだ、すごい地味。もう大丈夫だ中川。ありがとうございます。ああそうだ、どうしたもう俺が今で。先生、実は先生のことがずっと好きだったんです。付き合ってください。何言ってんのお前。急にそんなお前俺と そうですよね。教師と生徒で。そうですよね。分かりました。中川危ない。たたたたたた。ああ、建設中のビルの上から鉄骨が落ちてきた。危ない、助けて。キャしょうがねえな。この子はやまさか。音楽室の壁の穴の数だけ抱きしめたい。バイムラセン。抱きしめて。いっぱいだ。ほんといっぱいだ。あー、鉄骨が落ちてきた。ガンバインボーン。大丈夫だ。2cm 縮んだだけだ。2cm 縮んだ。ああそうだ。大丈夫なんだ。ありがとうございます先生。そうだ、そんなことよりも俺はお前と教師と生徒だ。もういいですよ。私がブサイクだからそんなこと言ったの。ブサイクとかそういうことじゃない。絶対そうよ。ブサイクだ。やっぱりそうだよ。私が可愛くなくて、私がブサイクだから振られたんだわ。
美しさの価値は人それぞれ。この子はまさか俺のタイプは柴田理恵バイブス戦。